じゃあ続きまして、うん、ジューンスロープさん、はい、スージロさん、スノキさん、こんにちは。ワイプこんにちは。ワイプ初投稿です。うん、ありがとう。10月といえばハロウィンイベントが盛りだくさんで、コスプレをしながらのリアルイベントだけでなく、うんうん、ゲーム内でもハロウィンイベントが行われたり、またアニメキャラもコスプレ衣装のイラストが公開されたりと、10月は盛り上がる一方ですよね。そうだね。そこで思ったのですが、お二人はコスプレするならどのような衣装を着たいですか？またお互いどのようなコスプレが似合うと思いますか？ぜひ教えていただけたらと思います。なんか前に男装したらみたいな話をね、うんうん、ね、した気がしますけど、うんうん、どう、ハロウィンでコスプレしたことある？今まで。ちっちゃい頃あったかな。同じ。なんかちっちゃい時に魔女の格好してた。わかる。魔女よね。ちっちゃい子って魔女か猫じゃない？猫。猫もやったな、私。確かに。でも今するならどうだろう。今猫きついな。周りに何してもらいたいかな。にゃーん。猫やる？やるの？やんない、やんない。やるのかな？私、かぼちゃとかなりたい。かぼちゃになりたいの？あの、かわいい感じの？あ、そう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 。かぼちゃのくり抜きとかやりたいね。あ、やってみたい。あの、なんか、バン。やったことないもんね。ほんと？バン。バンって何？あの三角のさ、目しててやつ、ね、うんうんうん、あれってどうやってやってるの？実際にクリームってんでしたっけね。なんかこうペペペペって切ってコッてやってペペペってやってコッてやるのね。わかった。コスプレの話よ。そうだね。どんなコスプレが似合う？コスプレが似合う、でも今なんか三つ編みなのに引っ張られて魔女見たいけどね。あー、魔女ね、うん、確かにちゃんとほうき乗るよ。お、言ったな。ともりなんだろう。今2つあって、うん、うん、ちょっとなんか王道すぎてちょっと言うの恥ずかしいんだけど、うん、ミニスカポリスかミニスカナース。ここで大事なのは何かというとミニスカでしょうね、両方。なんで絶対に似合うと思う。あ、そう、うん、だからそう、似合うと思う。今の何でがって。多分やらないですね。なるほどね。さゆみんち行くときにやるよ。本当に？うん、言っちゃったね。でも、うん、SNS にはあげないから。あーって、私だけ見れちゃう。私はもうツイッターで地味ハロウィンを見るだけの女です。どこにでもいるサラリーマンのさんのコスプレとかね。あれが好き。あ、そういうのやってみたいですね。うん、そういう地味ハロウィンしましょう。地味ハロウィンしましょう。はい、ということで、はい、今回のご紹介以上となります。皆さんからのお便り引き続きお待ちしています。お願いします。